次のコメントです。上杉さんが辞めた後にメンバーを変えてまでバンズを続けようとしたことどう思いますかと。洋楽ではボーカルが変わることは珍しくありませんが、ワンズをはじめビングのアーティストは洋楽のそれとは訳が違うと思うんですと。また、あの当時、上杉さんやスタッフから明石さんに相談が来たり辞めてしまったりということで噂で社内で耳に入ったりしませんでしたかと。はい。まずは、上杉さんが辞めた後でメンバーを変えてまでワンズを続けようとしたことどう思いますかと。それはね、別にだから僕はどう思うというよりも、ビジネスなんでね、感じ悪い言い方で言うと、使えるものは使おうみたいな。まあね、そのワンズっていうそのブランド自体はそこの会社が作ったんで、なんでそれはもう当然だからそういう会社の所有物なんですけども、まあでも聞いてる方っていうのはやっぱりそのボーカリストとかそういう風な人たちに帰属する、そういう存在だって、まあブランドがね。思われると思うんですよね。まあでもだからその作った人間、まあ要はだからそのぶっちゃけ金を出した人間からするとそういう風な感じなんですよね。なんでまあどう思うと言われてもですね、まあどうも思いませんけどね、まあそんなもんだよねつって。でまあそれもだからそういう風なのが嫌だとかなんかね許せないとかそういう風な風に思う方の気持ちもすごいわかりますけども、まあでもそういうネガティブな感情自体っていうのはもうあんまり賛同したくないかなっていうか、昔はいっぱいありましたけども、まあ最近はなんかなるべく離れたいなって思ってます。はい。それで、洋楽はボーカルが変わることが珍しくなりませんが、ワンズをはじめビングのアーティストは洋楽のそれとは訳が違うと思うんですと。洋楽のそれとは訳が違うっていうのがよく、何が訳が違うとかよくわかんないんで、よろしければその辺の話とかを、ちょっと、またコメントでいただければと思います。で、あの当時、上杉さんやスタッフから明石さんに相談が来たり、そのないですね。辞めてしまったことによる噂が社内に耳に入ったり、耳に入ったりしてないと思うんですけども、もしかしたら入ってるのに気にしてないから覚えてないみたいな、そんな感じなのかもしれないです。はい。こんな感じでありがとうございます。